こんにちは、ヨです。それでは今日も原曲お金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。分散投資と集中投資、どちらの投資法がいいのか。あなたに最適な投資手法の見つけ方について話をしたいと思います。質問いただきました。いろんな本を読んでいたり、人の意見を聞くと、分散投資はお金が増えないと聞きました。しかし、集中投資は危険だから絶対にやめろという人もいます。結局どちらがいいのでしょうか 集中投資すべきか分散投資すべきかっていう質問ですよね。まあ自分に最適な投資手法の見つけ方ということで話をしていきたいと思います。結論なんですけど、お金持ちか庶民かで投資方法が変わるわけじゃないんですよね。初心者かプロかで投資方法が変わるわけでもないんだと。投資方法に影響を与えるのは自分の投資目的だけと、ここをね、話していきたいと思います。分散投資っていうのはじゃあ誰のための投資法かってことなんですけど、 資産運用の世界で投資対象になるものってね、いっぱいあるんですけど、例えば毎月5万円貯蓄をしてね、5年かけて300万円貯まったとしますよね。この300万円のうち100万円を投資しようと思ったらね、一体何にどうやって投資すべきでしょうかっていう話で、 いざ、証券会社で講座を開設してみると、すごいね、たくさん投資対象があることに気づくんですよね。まあ、株式であったり、債券であったりね、リートであったり、まあ、リートって言うと不動産を証券化したもの、もしくはコモディティっていうね、まあ、金とか銀とか原油とかね、まあ、商品ですね。さらにね、ただでさえいろんな種類の資産があるのに、例えばトヨタとかソニーって言った個別の株式を購入することもできるし、 もしくは日経平均っていうのをね、構成している225社あるんですけど、日経225をね、まるっと投資することもできたりとか、あとはまあアメリカの債券を買うこともできるし、もしくはヨーロッパ全体の不動産を買うってことも可能と。まあ選択肢がありすぎて迷うわけですよね。じゃあ、個人投資家は何にどのぐらい投資すべきかっていうことなんですけど、こういう時によく話題に出されるのが GPIF なんですよね。GPIF って皆さん知ってますかね日本の国民の年金を運用してる組織のことなんですね。 彼らはね、約191兆円もの大金を国内債券、外国債券、国内株式、外国株式にそれぞれ約25%ずつ分散して投資しています。まあこれが、いわゆる分散投資なんですね。 分散投資をすると投資のリスクを減少させることができるんですね。まあ、卵は一つのカゴに盛るなっていうすごい投資の格言みたいなのがあるんですけど、分散投資をしておいたら、もしものことがあっても致命傷を負わずに済むってことですね。で、この分散投資の有効性っていうのはね、ノーベル経済学賞受賞したね、現代ポートフォリオ理論っていうのは数学的に証明されてるんですけどね。一方でね、分散投資っていうのは、すればするほど大きなリターンっていうのが狙えなくなっていくんですね。 つまり、リスクを抑えながら、年利数のリターンっていうのは狙えるんだけども、数年でね、2、3年で資産を2倍、3倍にするってことは、まあ絶対できないと。これが分散投資の特徴なんですね。ローリスク、ハイリターンはもう不可能ってことですね。で、参考動画なんですけど、必ず知っておくべきリスクとリターンの考え方っていうところでね、話してるんで、動画の説明欄から飛べるようにしとくんでね、こちらも参考にしてくださいと。191兆円を3%で増やせたらね、 毎年兆円もお金を増やすことができるわけでですよねでも今100万円ね同じ3%で増やせたとしてもこれは3万円にしかならないんですよねせっかくリスクを取っても3万円とこの資産運用の世界っていうのは規模がものを言うんですよねなんで投資金額が小さいうちは率よよりもね絶対額っていうのを求めた方が合理的なんですよですこういう事情もあって分散投資っていうのはお金持ちのための投資法なんてねそういうこと言われたりするんですけど。 でもう少しね、庶民って言われる人たちの関心事とお金持ちの関心事っていうのを比べてみましょうと。皆さんね、資産運用を始める以上は目的があるはずですよね。庶民とお金持ちでは、じゃあ目的はどう変わるのかっていうのを見てみましょうってことでね。まあ庶民というか一般的な人のね、関心事、何が目的かっていうと、例えばお小遣いを増やすことだったりとか、老後資金を確保することだったりとかね、働かずに暮らせるお金を確保することとか、まあいろいろあるんですけど、基本的には増やす発想ですよね。 まあそもそも守るものがないんで当たり前って言えばね、当たり前なんですけどね。一方、お金持ちの人っていうのはすでに資産を築いた人たちですよね。だから一般の人とは若干ちょっと事情が異なってくると。お金持ちの関心ごとね、資産運用の目的なんですけど、これはね、お金を減らさないことになることが多いんですね。例えばインフレによる価値の目減りを防ぐみたいなね。インフレっていうのが起きるとね、まあ大体の国がインフレなんですけど、インフレ率が1%だったら、現金で持ってるだけで毎年1%価値が減っていくんですね。 これはお金持ちの場合結構大きな問題でね。まあ、10億円持ってる人なんだったら現金で持ってると毎年1000万とか減っていっちゃうんですよね、価値がね。お金持ちの投資っていうのは基本的には守るっていう発想なんですよね。これは運用額が大きいからですね。1%2% 運用利回りが変わるだけでもかなりの額になるんですね。まあ、利息だけでも食べていける金額だと。だから、ま、大きく増やすよりも元本を失わないことっていうの方に関心が向くことが多いんですね。まあ、もちろん全員とは言えないですよ。 数十億円持ってても、もっともっとって増やし続けたお金持ちもいるし、100億円持ってるからお金もういいっていう人もいるしね。重要なのは庶民なのか、もしくはお金持ちなのかではなくて本人の主観なんですよね。 結局投資の手法っていうのは主観的な問題でね、つまり本人の目的次第なんですよ。インフレも踏まえて、この300万円を守り抜きたいんだっていう人は分散投資に徹するべきだし、10億円欲しいのに1億円しか持ってないって思うお金持ちは集中投資に徹するべきなんですよね。 まあそういう話をしてても、じゃあ自分がどれだけ増やしたいのかいまいちイメージがわかないなという人も結構いると思うんですよね。まあ地でこうよく見かける年利3%で30年運用した場合とか、まあ年利5%で30年間運用した場合とか、こういうケースを見てみて、 自分が欲しい金額が手に入るのかどうかちょっとね、イメージしてみましょうと。集中投資じゃなくてね、分散投資っていうのを前提として話しますよ。月5万円の分散投資を30年続けてね、納得のいく金額が得られるか一回チェックしてみましょうと。で、このシミュレーションはあくまで基条論であってね、年あたりとか月あたり収益を見せてるのはイメージを見せたいからであって、安定して毎年毎月この収益が出続けるわけじゃないっていうのは注意してくださいね。3%で30年間運用した場合ね、 ちなみに、先ほど紹介した GPIF の運用リターンっていうのは、だいたい3%ぐらい。だからだいたいこのぐらいってことですね。投資元本が1800万円だったとしますよね。そうなると、資産総額は2900万円になるんですよね。利益は1100万円と。これ税引き前ですよ。30年、年で割ると、1年あたりの利益は37万円と。っていうことは、月当たり3万円ということになってくるんですけど、どうですかね 分散投資してるとは言ってもね、このレベルのリターンのために自分の大切なお金をね、こうリスクにさらす合理性はあるのかっていうね、預金でいいやって人とかも結構多そうですよね。じゃあ5%で30年間運用した場合ね、投資元本は同じように1,800万円。そうすると、資産総額は4,161万円になるんですね。利益は2,361万円。30年で割ると、1年あたりの利益は約79万円。月あたりに直すと6万6,000円ですが、どうですかね。 障害賃金がね、2300万円増えるって考えたら、それなりにインパクトがある数字な気もしますね。とはいえ、年利5%っていうのは不可能じゃないんですけど、まあ、それなりにリスクの高い設定なんで、リスクの高い資産運用なんかやってないで、自己投資したりとか、転職するなりして稼いだ方が確実って主張する人がいるのも、まあ、これは頷けるかなと思うんですよね。まあ、自己投資も資産運用も両方やればいいんですけどね。 資産をリスクにさらさなくてもね、生涯で欲しいお金が稼げるんだったら、心の平穏のために投資なんかしない方がいいのかもしれないですねと。じゃあ7、7%で30年間運用した場合はどうなるかというと、投資元本は同じように1800万円、そうすると、資産総額は6100万円、利益は4300万円、30年で割ると、1年あたりの利益は約143万円、月あたり12万円くらい増えるということですね。 だいたいこの7%ってね、米国株のリターンが年利6%から7%って言われてるんですよね。皆さんが投資してるような SP500 とかね、期待リターン、だいたい6%から7%とか言われることが多いですね。まあ、日本人から見るとね、為替リスク丸外国株に100%投資してやっと得られるレベルのリターン水準と。それがまあ7%と、このぐらいの数字になってくるんですね。まあ、これぐらいの金額になると、かなりインパクトがあるようにも思いますけどね。まとめるとこんな感じですと。 毎月5万円を30年間投資し続けた場合ですね、利回り3%、5%、7%でそれぞれの収益ね、こうやって出てるということになってくるんですけど、 個人的な感想を言えば、まあ、この中でね、分散投資をしつつ、比較的現実的に達成できそうって思えるラインは、まあ、せいぜい3%から5%の間ぐらいで見といた方がいいんじゃないかなと思いますと。まあ、ね、よく7%とかって計算で出したりもちろんするんですけど、米国株をこう長期で見ると、過去のリターンから見ても3%から5%以上の期待値っていうのを持っても全然いいと思うんですけど、 まあこういう時はね、やや現実的に厳しめで見た数字っていうのがいいかなとも思うんで。まあつまり、毎月5万円っていう投資水準を前提とした場合、生涯で使えるお金が1000万円から2000万円増えるっていうレベルでね、納得できないんだったら、集中投資を採用した方が合理的になると。一方で、資産が1000万円から2000万円も増えたらもう十分だっていう人にとっては、分散投資は悪くない選択肢ってことになってくるってことですね。そういうことですよね。 一番ね、大切なことっていうのは、投資目的にあった投資手法がわからないってことがもう一番問題なんですよ。これがもう今日の話で一番大切なところで、本当にね、こういう人が多いんですよ。重要な視点っていうのは以下の通りで、この三つなんですね。一つ目は、欲しい金額をイメージするってことですね。で、二つ目は、種線と投資期間をイメージすると。 で、三つ目は、この一つ目、二つ目に適合する投資手法を採用するってことですね。例えば、こんな目線はピントがずれてるんですよ。庶民だから集中投資とかね、お金持ちなんだから分散投資とか、プロだから短期投資とかね、初心者だから長期投資って、これはね、ピントがずれてるんですよ。大切な目線は、自分の投資目的をまず明らかにするってことです。で、その目的に合った投資スタイルを採用できること、これが大切なんですね。 プロがプロたるゆえんは何かっていうと、初心者にもできるシンプルな投資手法からね、高度で複雑な投資手法まで、目的に合うものを的確に選択できるからプロなんですよね。 投資目的に応じて手法は変わるってことです。何に投資するのか、どれぐらい分散するかっていうことですね。資産運用にちょっと詳しい人から見た場合ね、野球がやりたいのにテニスラケットを握っているような状況だったりとか、山に行きたいはずなのに海に向かって進んでたりとか、目的を達成られない方法を選んでる人っていうのは本当少なくないというか、むしろ多いぐらいなんですよね。投資目的に合わない投資手法を採用してたらね、それは目的達成できないですよね。 なんで、この目的と手段が合致するまでね、とにもかくにも試行錯誤が必要なんですね。自分のゴールに合った方法ですね。まあ、これはもちろん簡単な作業じゃないんですけど、この軸が固まってるとね、相場の荒波にも耐えられると。それから、若者をターゲットにした新しい投資手法には注意しましょうと。まあ、本当ね、カモにされないように気をつけてくださいね、と。 デジタル、デザイン、エンターテイメントみたいなね、若者向けの投資って結構こんな感じで、お手軽だったり、おしゃれだったり、楽しくてワクワクみたいな、どれもこれは投資において本質論じゃないですからね、この辺は気をつけましょうと。で、まとめなんですけど、分散投資、集中投資が意味を持つかどうかっていうのは人によると。再度結論なんですけど、お金持ちか庶民かで投資方法が変わるわけじゃないんだと。で、初心者かプロかで投資方法が変わるわけでもないんだと、これもね。投資方法に影響を与えるのは自分の投資目的だけってことですね。 なんで、投資目的と投資手法には整合性を持たせましょうってことです。これがマッチしないと非常に残念な事態が起きるんですね。冬の山に登るのに夏の海へ行く格好で行くような、みたいな、どうなるかわかりますよね。海に行きたかったのに、結果としてたどり着いた時に山に到着してしまったみたいなね。 投資目的を考えるっていうのは自分の内面と向き合う結構スピリチュアルな世界なんですよね。自分はなぜ投資をするんだろうとか、なぜお金を増やしたいんだろう、お金を増やして何をしたいんだろうとか言ってね、わからないっていう人は自分の人生の価値観マップっていうのをお勧めしてますね。投資手法を磨くっていうところは学習と実践の世界でね、これはやって覚えていくしかないんですね。その手法、種類がね、わからないっていう人も多いと思うんですよね。そういう人は読みやすくて参考になる書籍をね、読みましょう。 リベダイブログでおすすめの書籍を紹介しています。投資手法に関しては、投資関連の書籍から学ぶことができると思います。新刊も含め、随時更新していますので、概要欄からぜひチェックしてみてください。投資目的と投資手法ね、この二つをガチッとね、組み合わせて、自分の人生に意味のある投資を行っていきましょうと。他人の意見っていうのは参考程度でね、振り回される必要はないですね。毎回振り回されてしまう人っていうのは、このね、軸をちゃんと作りましょうと。そういうことですね。以上、参考になれば嬉しいです。 オンラインコミュニティ、リベシティも運営しています。子供から大人まで、お金について学べる場です。資産を増やすための最高の場所になっていますので、ぜひ遊びに来てください。今日が人生で一番若い日です。これからもしっかり学んで行動して、自由に道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました。それでは今日も、いい一日を